はい、こんにちは。今日はね、自宅でできるね、背中のトレーニングの王道種目で、ね、懸垂についてね、この懸垂ね、いろんなこうグリップとかね、意識変えるだけでね、いろんなところに効かせることができるので、今日はね、その背中大きい中で、ここはこういうやり方をすれば効きやすいよとかね、そういうポイントをね、お話ししていけたらなというふうにね、思います。でもね、普段がまあ、自分がやってるやり方ですね、そこをね、中心にね、お話ししていきたいと思います。で、今日はですね、なんと実は、コンテクスト前日でございましてですね、コンディションかなりいい状態でございますので、このね、実際のこの背中のね、筋肉の動き、非常にわかりやすいと思います。はい。それをちょっとね、見てもらいながらね、筋肉の動きを見てもらいながら、どこに効いてるのかっていうのもね、見ていただけたらな、というふうにね、思ってます。はい。それではね、早速やっていきましょう。はい、まずはね、非常にオーソドックスな、背中全体をね、鍛えるね。まあ、他のね、こう、部分的に鍛えるとかっていうのが、時間がない時はね、もうこれやればね、まあ、結構全体まんべんなく鍛えられますというね、やり方ですね。で、やり方としては、まずね、グリップ。グリップは肩幅より拳一つ分ぐらいちょっと広い。若干広いぐらいですね。で、順手で握って、で、まあ、ボトムから胸をしっかり張って、で、ここね、胸をバーに引きつけていくというね。で、しっかり引きつけて下ろすときは、ゆっくりストレッチを効かせながら、ある程度こう下ろすときはね、こう、この胸張った状態をキープしながら、ある程度ボトムを来たときに、ちょっとこう頭を下ろして、前に倒してやると、さらにそこからこうストレッチがかかるっていうね。そんな感じですね。でこれはね、もう大円筋から、この僧帽筋ですね、背中の上の方から、広背筋までね、結構全体的にまんべんなくね、効く感じですね。はい。まあ時間ない時はこれだけでもね、やっておけばかなり変わるのかなというやり方ですね。ちょっとまず、実践をね、してみたいと思います。グリップは肩幅よりちょっと広いぐらい。はい。これですね。そして、胸をしっかり張って、で、足をですね、ちょっとこう組んで後ろぐらいにするとね、フォームが安定しやすいですね。で、この状態から胸を張って、胸に引きつく。で、ゆっくりこう、胸張ったまま下ろして、大円筋が伸びたところぐらいからちょっとこう前に倒してやると、非常にまだこの、ここからストレッチがかかります。で、ここからまた、だから、引きつけるとき、上げるときはね、ちょっとこう、胸を反って、体がね、ちょっとこう、こんな感じ、反ってる感じですね。はい。で、やります。ちなみにこれ、グリップは、広げれば広げるほど、まあ当然ね、外側に効いてです、大円筋をはじめ外側に効いて、あと広背筋とかね、に効いてきますし、狭めれば狭めるほど、まあ肩甲骨が寄りやすくなるので、僧帽筋ですね、上のね、上部のこの、ところですね、僧帽筋に効きやすくなるというね、のがありますね、はい、それではちょっとね、もう一回やってみます。はい、これがね、背中全体に効かせるね、一番もオーソドックスな、やり方になります、はい、続けてですね、より下部に効かせるパターンですね、はい、さっきはね、結構全体、まあ、全体の中でもどっちかというと結構上部寄りになるんですけれども、次は、下部ですね、広背筋で、はい、この、この辺りですね、この辺りをできるだけ意識して行うやり方、やり方としては、今度グリップを変えますね。グリップを、逆手ですね。逆手グリップにして、肩幅よりちょっと狭いぐらいに持ちますね。はい。自分をね。持って、で、今度こうまた上げていくんですけど、
上げるときに引く肘の位置ですね、肘をできるだけこう下に持ってくる、はい、下に持ってくれば持ってくるほど広背筋、この辺に効きやすくなります。で、体はできるだけ、まあ、さっきも言った足を組んで、反る、はい、胸張って反る、でその角度ができるだけこう反れるだけ反った方が下部へは効きやすいです。はい、立てれば立てるほど上部に効きやすくなりますので、やります。ただこれはちょっとあの、逆転になると二頭筋の関与がねかなり強くなってくるので、まあ、あの、ある程度こうテクニックを身につけないと先に二頭が参っちゃうっていうねところもあるんですけれども、はい、まあ、とりあえずねやってみたいと思います。はい、肩幅よりちょっと狭いぐらいで握ります。そして足を後ろで組んで、で胸を反る、胸を張って、で、引きつけるんですけど、さっきはね胸に引きつけるって意味だったんですけど、肘をねこの腰の方に引きつけていくっていうイメージですね。だからできるだけこう胸の下の方にね引きつけていくというねイメージでやるといいです。でしっかりボトムはさっきと同じように胸張って伸ばしてから、さらにこうちょっと入れての後背筋でそこを伸ばしていくという、そんな感じでねやっていきます。で、あのこう引きつけるときはできるだけこう腰をねこう反る感じですね、腰椎を反って、はい、ここを固める感じ、特にフィニッシュの時は、この下の部分をねギューッと縮めるようなね感覚で、自分はやっています。はい、それではねやってみたいと思います。こんな感じですね。まあ、ちょっとね、パワーグリップしないのでね、握力さっきやられる感じなんですけど、パワーグリップしてね、やるとね、もっと背中が効かせやすくなります。で、ストレッチをね、かなり強くかけることができるのでね、やるときはね、パワーグリップをおすすめします。で、さっきやっぱり二頭筋の方にね、関与は強くなるって話だったんですけど、それをちょっとマシにするには、まあ、チンニングのね、そのチンニングスタンドによりきりなんですけど、こういう動くものだけではちょっとできないんですけど、パラレルですね。はい。こういうグリップでしてやると、二頭筋の関与がね、だいぶ抑えられて、そして広背筋にね、効かせやすくなりますのでね、アンダーグリップ、まあ、普通のチンニングだとアンダーグリップでやったらいいんですけれど、こういう風に、パラレルでできるのがあればね、パラレルで同じ風にさっきね、やってやるといいと思います。胸を張って反って、肘をね腰の方に引きつけてやるって感じですね。こんな感じです、はい、さっきよりもだいぶね下の方にね刺激がいく、やり方になってます。はい、はい、最後にですね、特に背中の上部狙いですね、まあ、あの大円筋を主に、ターゲットにした、やり方になります。自分はこれを、やはりもう逆三角形の体かっこいいのでね、ここつけたかったんです、この部分ね。で、これをかなりやってきた、この懸垂をかなりやってきました。はい、まあね、大円筋大きくするとですね、まあ、背中後ろからのね、まあ、逆三角形もあるんですけど、前から見た時がね非常に大きく見えるんですよ、この広背筋で、ね、
こういうとこ羽が見えるって言うんですけどね。はい。自分はね、これをね、フィジーク初めて大会出てからね、背中足りないなと思って、もうかなりこの大円筋狙いのね、やり方をやってきました。はい。それをね、今からやりたいと思います。でやり方は、とにかくね、ワイドグリップですね。しっかりワイドグリップ。まあ、それは広げれば広げるほどね、こっちにね、刺激がありますからね。ワイドグリップで、体、まあ、胸はね、張るんですよ。胸を張って、体は立てるんですけど、こう、さっきまでは結構、反る感じでね、やってたんですけど、こう、胸は張って、前は向くんだけど、体は立てる感じですね。で、立てて、しっかりボトムまで下ろして、ストレッチをかけた上で、まっすぐ上げる感じですね。で、思いっきりね、こう上まで引き上げる必要はないです。このやり方は。はい。大事なのは、ボトムからのストレッチと、ちょっとここの間の収縮なので、はい。ちょっと先ほどよりもね、レンジはね、狭くなる感じですね。はい。この大円筋狙いの場合は。まあ、通常のやり方でも全然大円筋はね、入りますのでいいんですけど、特に大円筋を狙いたい場合はね、ワイドグリップで、この可動域を、こうハーフぐらいで、ボトムからハーフみたいな感じですかね。はい。それではね、早速、やりたいと思います。はい。このね、ワイドグリップですね。一番広いところで握って、で、胸は張って、体はね、ちゃんと顔は前向いてですね。顔は前向くような形で胸は張って、そのまままっすぐ。で、ボトムまで下ろして。最初のやり方よりもね、体がね、そんなにこう反ってないと思いますね。ただこうまっすぐね、胸を張ってまっすぐですけどね。はい。この大円筋、肩甲骨がね、こうグリグリ動く感じをね、意識しながらやります。で、ボトムの時はね、しっかりこの肩甲骨がね、開いた感じで、切り返し、開く感じまで伸ばしてから切り返すという。そんな感じですね。はい。これはね、結構きついですね。ワイドグリップになればなるほど、初心者の方は難しくなってくると思うので。しんどくなったらここの部分だけでやるって感じですね。はい。で最後ここで、ね、大円筋にね結構追い込みがねできますのでね。はい。以上ね、3タイプね紹介させてもらいました。はい。まあ、なかなかこうチンニングってね結構初心者に難しかったりもするので、ラトブルマシンでも、はい、上部下部全体とかね。そんな感じで石ばきしていきますのでね。まあ、そういうのを意識しながらやるとね、またこうトレーニング楽しくなるしね。で、こうだんだん上手くなっていくと思いますのでね。はい。ぜひ、お試しいただけたらな、というふうにね、思います。では。